はい、どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。今回も、オリと暗闇の森ディフィニティブエディション、続きの方をやっていきたいと思います。引き続き銀宗寺に入るための鍵探しの続きですね。前回は二段ジャンプを手に入れて、まあより行動の幅が広がったということなんですがね、難易度の方も絶賛上昇中で、さあ果たして私は何回死ぬことになるのか。あ、こことかも難しいな。早速激ムズじゃないか。いやーきつい。ハート4個あっても。あはは。よし、行った。よし、オッケー。ハードモードきついな。よし、体力は満タンになったな。頭が痛くなりそうだ。さあ、二段ジャンプを駆使して進んでいくわけなんですが、こうやってね、危ない！よし。ここは思いっきりが肝心。ここまで来て、やられたくないな。よいしょ！オッケー。あ、ない。ちょっと危ないことはしたくないけどな。危ねえ。よしよし。あー、ここは、届いて！届かない！あー、これだ、どうしたっけな。一番これが上まで行った時だっけな。そうそう、こうだ。よしよし。で、こうね。オッケー。いやー、やっと戻ってきた。やつめ。よし、これでショートカット開通と。行くぞ！ね、余裕で届くということで、さあ、上に行く。地味にトゲがあるのがな、またやらしいところにあるな。よし。あー、確か、次のは結構、このエリア。あーあーあーあああ。岩が降ってくる。あー、危ねえ。いって、いてててて、ちょ。あー、タイミングがずれたよ、もう。一回ドツボにはまっちゃうと、ほんと連続してダメージを受けてしまうのがこのゲームなんで、ほんとね、いかにダメージを受けた後、気を取り直せるか、持ち直せるかっていう。今だ。危ない。落ちてくるスピード速くない？こっちか。あ、危ねえ。今だ。危ない。念のため。2箇所から降ってくる。そう、やってくれるじゃない。今だよっ。ここの最後の、よし、まったく手間かけさせて。やっぱオリは優しいですね。とここに隠しアイテム。
ゲット。やった、これでようやく銀掃除に入れるわけですね。よし、さて銀掃除の手前ぐらいまで一気に戻ってきたわけなんですけど、非常に便利ですね、やっぱワープがあると。あいたー、自分から当たりに行った、くそ、しまった。よし、まあいろいろ探索をちょっとしてアイテム収集してきたんですけど、まあ、それで体力とソウルエナジーが一個ずつ増えてますね。さあこれで水脈石をはめ込む。はめー、さあ中に入ろう。ワープする。初代マリオブラザーズみたいだ。一旦無理をせず降りて、もう一回。よし、 OK、 あの赤色の うごめく敵なんですが、倒すことができません。非常に厄介です。さあこうやってワープを駆使しながらこのエリアは進んでいくわけなんですね。こいつに当たらないようにと、こっちからでは届かないので、よし、怖い怖い、ワープ先にトゲがあったり敵がいたりするので、よし、気をつけていって。こっちなんかあったっけな、あ、上か。あ、怖い怖い、一瞬何のことだか、何があったのか分かんなくなるのが怖い。よし、雲を倒して届くかな、こっちから行けば余裕よ。どこだ、あ、危ね、そこね。あ、あ、あーだ、あーダメだった、もう持ち直したと思ったんだけどな、これがあるから怖いんですよね。ほんとこのエリア、あー怖い怖い。よいしょ。あ、いた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 。あ、ダメだ。この地味に。ああ、真ん中だ。あ、よかった、もう。全然良くないな。一回ダメージ受けちゃった。うん、ここも謎解きですね。よいしょ。これを、ポンと。これで、この敵の弾の方向を変えてと。こんな感じで。で、このままだと、また進めないので、
押してって。あ、ダメか。あ、しまった。ちょっと遅かったか。ここら辺からね、謎解きもだいぶパワーアップしてくるんですね。ちゃんと考えてやらないと、この弾に自分が当たってしまうと、やられちゃうので。あ、ダメだ。ちょっと遅くなった。今だ。ああ、ダメか。ああ。よし、間に合った。やった。こっちだ。今完全に俺やり方間違えてたな。まあいいや。あぶね。さっきの謎解き、普通にやり方間違えてたな。左上にあるのを落っことしてくれば、普通に安定してクリアできたんですよね。まあ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 。他にもこういうやり方があるよということで一つ。これは、と、こう言ってた。下の鍵を取って、あ、いや、違う。2往復すればいいな。ああ、しまった。失敗してる。よいしょ、取って、1個。OK。これ、これ、これ。で、よし。足りないな。だいたい予想がつくけど、多分左の方に出てる。いや、違う。あれがどこに繋がってるかだな。下だったっけな。あ、やっぱそっちだ。あぶね。おーっと。おー、あった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 。よし。これは上に行くんだ。お、長老樹、こんなところに。失望の叫びが聞こえるよ。リームは身のこなしが軽くて、風を切って走る精霊だった。打撃。この能力が非常に面白い能力で、こういうランタンとかにこう捕まってですね、こうやって進行方向を示してやるとポーンと檻が飛ぶわけですね。と、この能力を使って、先に進んでいくわけなんですが、ちょうど時間も良さそうかな。一旦ここで動画の方を切りたいと思います。次回、銀槍樹攻略編後編ということで、やっていきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ではまた。